生中継ユースと言ってみたいと思います。先週ですね、ばらしました、マミヤマガジン35。一応まあ、各ユニットごとにばらして、まあ、特にレンズの方は、シャッターを取り出した、ファインダーはブロックほど外した、みたいな感じになってたと思うんですけども、で、レンズの方はですね、レンズシャッターの方がですね、やっぱり油が羽に回り込んでまして、こう、くんにゅっていうような感じのですね、動作だったもんですから、ちょっとですね、週末、まあ土日、ちょっと頑張ってですね、これはちょっともう、直しちゃいました。っていうか、徹底的にもう、シャッターも、もう前後をまずもう割って、シャッターバネも取り出し、そこからさらに絞りバネも外して、それから、例えばシャッターの羽なんかも動かす、この、輪っかっていうかシリンダーっていうか、なんですかね、駆動部分も全部、ベンジンで洗いまして、もう一回組み立てて、まあ、あとここにあったのガチャガチャとしたいろんな連動機構なんかも、まあ、元通りに戻して、一応組んでですね、まあ、もう一回動きを見てみようと、いうことで、やってみました。まあ、シャッター自体はですね、成功者 MXL っていう、まあ、比較的、何度もやってるオーソドックスな、作りで、で、ヘリコイドの方は、まあ、おそらくヘリコイドグリスが回り込んだりしてたんでしょうけど、まあ、そんなに悪くない感触でですね、動いてますので、まあ、ここはちょっと触らずにと、いうところで、一応、ケツ玉はつけといて、まあ、ですか、絞りがですね、まあ、こう、あ、ここはちょっと取ってみて。まあ、で、一応、そのシャッターの向きとしてはですね、こんな感じのパッチン。1秒でしたら、ちょっと早いかなって気もしますけど、まあ、こんな感じでですね、一応、まあ、油にじみを取るというところで、とりあえず、OK と。しました。あ、あと、このですね、巻き止めを、この、許可するとこの、これがまあタイミングが早すぎて、朝日カメラの診断しては、カチッと音がするから、シャッター切れるのかと思ったら、この巻き止めの、ね、このカチッっていう解除の音だと、なんかこう、チャンスを逃してしまった、みたいな、技術もあったんですが、で、あと、この連動出てきたかな？これ結局、このシャッターのこの部分がですね、この滑り台になってるこの部分がここに当たりまして、どけるもんですから落ちるんで、だからここをですね、こうなってるところをこう、こっち曲げたり、こっち伸ばしたりってこうやりながら調整していけばいいんですけど、あんまり曲げたり伸ばしたりってやったらポキッと折れますので、もうここは触らないことにしました。で、また巻き上げて。で、本当はですね、こいつが、ここに来て、ここに噛んでいてですね、これ、こっち押されるとこれがどくわけなんですけど、この動きも、これ何やってるかっていうとですね、このフィルムを切った曲げたの、この白と赤の表示の切り替えをやってるんですが、ちょっとこれ、なんか、ちゃんと止まるかどうかって、もうちょっとこう、組み戻してから最終的に、見てみたいと思うんですが、多分ですね。こっちこううまくカチッと噛み合わないんだよな。ちょっと
もう少し元に戻す状態でやってみたいと思いますが、まあ、こっち側の連動ですね、こう巻き上げるときにこういうふうに押してって、で、シャッターを押せば、ここ、この動きも、まあまあ、だから巻く、ギュって巻く方のリングは、ちょっとモリブデン塗って、逆に、モリブデンでベタベタになってたこのレディースの方のリングは、綺麗に拭き取ってですね、あまり粘り気なしで、いくようにしました。で、まあまあまあ、これで、とりあえず、シャッター関係は、ちょっとまあ、これ見ますと、まあ、本当オーソドックスな、ナイス取れない。このこれは絞りですよね。まあまあ、絞りリングっていうとこれになるんですよ。で、ここは少し薄くモリブデンを塗りました。で、これがまあ、いわゆるシャッターの、制御板。まあ、ここはもう本当に、成功者の世界で。で、シャッターをこう前後に分けるときにですね、これは MX の、ディレイのこのガバナーが、ここに入ってまして、これをなんかね、取らないと、うまく、上手な人はこう、スローガバナーなんかもですね、外さないまま、こう、カチッて、はめ込めるんでしょうけど、なかなか難しくて、この辺も全部、部品を外してからこう、割って、ね、シャッターバネ、絞りバネを清掃してまた組み立てたんで、ですから、この辺のこの、例えばバルブの、スプリングの抱え方とかですね、こんなのはやっぱりデジカメで細かく写真を撮っとかないと、なかなか元に戻すのが大変でございました。まあそんな、ただ、作りとしては非常にオーソドックスな、成功者。で、絞りはここでですね、後ろ、ああ、これ。なんかこの、ライトバリューじゃないけど、このカチ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 っていうのになんか、やたら、ね、こう、絞り、もう軽く、こんな感じで軽く動くくらい、油取れば、ちゃんとなりましたので、これがここの、ポッチがですね、ここのギザギザに噛み合ってカチ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 ってなるんですけど、あんまり意味が僕よくわかんないんですが、これ。なんでこんなカチ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 なるのか。絞りのクリックはまた別にあるんですよね。これで噛み合ったかな。ちゃんと噛み合ってない？これがバルブですからね。ここに、スプリングがかかってないと、バルブが作動しなくなりますので。で、この絞りを
溝を押さ、ここに、添えて、こいつの絞りのクリックは、ここですね、この板。これで入るはずなんですが、なんかおかしいぞ。壊しちゃった。ですね。ここですね、ここ。ですね。チャージしたままだとの先で、これで、絞りが4ぐらいで、ね、で1秒、こんな感じですね。で、前玉はですね、もう単純にこれねじ込んであるだけです。ここにこういうふうに、でゴムでですねギュッと止める、まあだけ。まあちょっと今、最終的には拭いてから、ちょっとだけカビが、うっすらと見えますので、シュッと拭いて、最後ホコリ取ってですね、組み込むと。いうところで、まあまあ、これはこれで、とりあえず、いいかなと。いうと、これ最初に見えないように、蓋をしてですね、なんかこの辺に銀色の止めてましたよね。なんかそれも、ちょっと掃除しながら、できたらと、思います。というのが、まあ、前回の、あれ?ちょっと、もうちょっと手前で喋んないとダメか。夢中になって喋ってるとついつい、まあこういうとこね、ちょっとホコリを掃除しながら、最終的に組み込むと。いうふうにしたいと思います。それで、まあまあ今日はですね、せっかく、マガジン35、なんですから、ちょっとこの辺の皮がボロボロ剥がれてますけど、このマガジンの方のですね、ちょっと
中身を、覗いてみたいなと、思いました。まあ、動きとしては、カウンターがある、ロック・アンロックによって、この車高の引き蓋つったらいいのかな、あとアーサーはこれ覚えておく。それからこれがなんか多分何でしたっけ、これは、巻いてる巻いてないか、ペコ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 って動くのかな、巻くと多分なんかそうだと思います。まあその辺のですね、動きをちょろちょろと、見ながら、こう中を見たいと思うのですが、これは何？フィルムの切れっぱしか？こんな感じですね。目に貼り付いてた。これは、なんか動き悪いな。あ、フィルムが入って、ここが実際に走行すると、ここが回りますね。単純なこの、メカニズム。ちょっとなんか、なんだろう、この、重たい、ネバッとした感じがありますが。巻き戻しだけだから、巻き上げは、ここ、ボディ側から、来ますから、ね、ここ、安全装置が、安全装置、インジケーターが、フィルムは、あ、カウンターは、あ、これですかね。ここで、裏蓋を開ける、閉める、検知して、ゼロに戻すんだと思います。そうすると、これか、やっぱり、まずは。これがどこに、これはまあ底蓋ですよね。どう見ても。ちょっとこの辺をチャレンジしてみたいと思う。これ押してますの？押せるけど、よくわかんないこれ。押して回すのかな。すっごい回しにくいです。ただ何もしなくていいんだ。 S？ ただバネが効いてるだけですね。S、50、100、200、400、赤 S、12、16、25、32、E。なんのこっちゃこれ。もう回んない。よくわかりませんが、まあちょっと裏側を外してみたいと思いますが、それにしてもこれはカニ目、
ぱり外さないとダメだ。悪いやつですね。この辺で行ってみますか。すごい野菜もあるんだ。ないかな。ほとんど閉まってなかった。よく脱落しねえな、こんな緩く。正ネジですね。あ、来たね。そうすると、外れて、これはもう単純にロックでしょう。ねえ。そうすると、あ、これはそっか。ここのピンがボディ側に、ここのピンがここ落ち込みますから、ロックですよね。これでボディをこう、こっち方向にこっち方向に、底の方に引っ張り込むような形にテンションかけてあげて、ギュッと、ここですね。引き付けるような感じでギュッと止めると。これがまあ、この最後の一撃で、これが動きますので、ここに引っかかると。そうすると、これ、この動きは、ここのギアに伝わり、これは、カウンターですね。このギアが何をやってるかっていうのは、ここを見なきゃわかんねえのか。あ、バラさなきゃわかんないんだ。これはもうこれ、あ、で、これさっきの、フィルムの走行。これはもう覚えるだけですね。この穴があるから、こう、カッチャンって落ちんのかな？突起があんのかな、どっかに。あ、この、緩い突起で、わずかにコン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 ってクリックが入るように、で、こう、バネが入ってると。まあまあ、じゃあそこの方はこれでいいと。そうすると、やっぱここですか。バラすのは。この遮光板ですよね。これが、例えばこう、板なのか巻物、シャッター、本当にフォーカルみたいにシャッターなのか、気になるとこなんですが、そのここの設計でまずボディ全体の大きさが決まっちゃうと思うんですね。パトローネと巻き取り部分、これはもうどんなカメラでも必要ですから、まあ
オリンパスの L1 みたいにこう、S の字型に巻き込んでいくとか、ああいうブリッジカメラもまああるにはありましたが、そうすると、ちょっと跳ね上がるの嫌だから、とか、ビスは全部、同じかな、うん、同じですね。何も始まらない。こういう、あ、やっぱこう、こういう幕なんだ。あ、これはなんだ、ロウ付けで、もう見えないぐらいわずかな、ここ見えないですけどね、隙間。ほら。いや、ここ見えないですね、僕。ここ。隙間空いてるんだ、これ。で、こっちはこう、ロウ付けして。あ、じゃあ、ロウ付けじゃないな。ここ、なんか、ピン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 ってかしめてある跡が、なんかガチャンガチャンって、リベット打ってありますね。あと、艶消し黒で塗ってあるからわかんねえけど。ここで蓋をすると。で、蓋をするのは、結局これだけで、だから一種のシャッター幕ですよね。で、これをここの巻き取り軸で、もう金属ですからスル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 っと押されて出てくるし、撮影するときはこう開けますから、こういうふうにこう巻き込まれていくんだ、こういうふうに。で、こう、スル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 、おぉ、スル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 っと出てくると。で、膜自体はこうネジで止めて、だからこれぐらいの長さの、ね、そういうことだ。結構単純な仕組みで出来上がったんです。このギアにこうシャフトが通ってて、もう本当にシャッター幕ですね、理屈は。いや、これしかしこれ、モルトがもうボロボロになって、ちょっと掃除が大変でございますが。いや、でもこの隙間にこれ通るってすごいなぁ。見えないですね、肉眼では。しかし、これだけで本当に車高大丈夫かな？ん？これは、あ、モルトっていうよりは、フェルトに近い。
何が、これ貼り直すとすると、せっかくですから、ここもちょっと外してみますか。掃除も兼ねて。多分これは普通のカメラのように。あれだと思いますけどね。触ってねえな。よくないですね。そうすると、こうですね。うわ、汚ねえ。ここが、ここが全面モルトで、みんな砕け散っちゃってどっか、モルトだったみたい。モルトはもうこの時代はあったのかな。すごいことになってますわ。ああ、違う。これあれですね。マミヤ6なんかにもある、こう粘土みたいなやつだ、これ。なんかあれ、こう隙間を埋めるのに、こうマミヤのよくあるんですよね。こう、粘土みたいなのを詰めておいてギュッて押すような、前板と、止めるようなところによく使うんですが、それがここに、あ、こういうですね、こういう粘土みたいな、あ、ここの隙間を、なるほど、こう粘土みたいな埋めて、これは遮光なのか。なんでこういうことになっちゃうんだろう。そうですね。結局こっから光が入んないように、なんか埋めてるんだ。これはネジ。これもう一工夫してほしいっすよね。見えないからっつって、これが全部下に落っこって、ボロボロのこの粉だらけ。
実用、あ、これも関係ない。実用だけで言えば、ここは、モルトを貼ってしまえばいいと思うんですけど、ちょっとどうするか、ちょっと考えどころ。モルトを貼るってことは将来、まあ、ボロボロ、また50年とか経って、ボロボロになって、50年後に僕みたいな趣味の人が開けて、なんか前回これは、素人が修理したみたいですねってコメントつけるんでしょうけど、あ、だからここのネジは、これを外すネジだ。ちょっとギアとの組み合わせがあるので、ここは外さない方がいいですね。歯車の位置で、この出方が決まってますから、これだから、位置関係をちゃんと、あれしといた方がいいかも。吹っ飛ばないうちに。なんかこの傷がついてるなぁ。ちょっと、けがいておきたいと思います。だからこれはちょっと、こうね、この板一本で止まっても、ちょっとこの周りは。で、これは、あ、ここに、これはこんなテンションでいいの？ボロボロになっちゃう。こいつが押される。戻った。また赤になりました。でまたこう来て、こいつが押されると、なんかちょっとこうか弱い感じのバネで、まあいいのか。これはまあ触らないでいいですかね。ちょっとこのグリスが、グリスアップしたいところですけどね。巻き上げるたんびに擦れますから、ここのところ。でいいと思うけどな。今度はちょっとですね、全般的に拭いて、すごい茶色い汚いグリスが残ってますので、
最終的にモリブデン塗りたいと思います。あとはこういうとこね、まあまあもうあんまりあんまり時間ある、これ自体は、まあ、潤滑いるほどのことじゃないですよね。めったに開閉しないんだし、すごい大きな力がかかるわけでもないですから。スイスイしてるのは何なんだろうこれ。オイルが塗ってあるわけではないですね。ほこり汚れでこうなっちゃうのかな。綺麗にはない、綺麗にならないですね。あまり綺麗、むしろ汚い。続々出てきますが、うん、まあでも綺麗にするっつったらこんなもんな。よいしょ、うん、ここのだからここもモルそうですかね。黒のフェルト。あら。ちょっとカッターの上で。ここのとこね。もう完全に なんていうんでしょう、このあ、錆びちゃった、下を腐食しちゃってますね。かなり錆びちゃう、ちょっと錆びちゃってます。だからまあここはちょっとカビが生えてるので、今んとこのやつをモルトかな、どうすかね。こうでしょ。ここをこうモルトで埋め尽くすようなアプローチをしたいと思います。3ミリ一番厚いモルトでギュッと詰めれば
似たような効果は。で、ここの当たり面。接着したのか。で、当たってたところに、多分こうフェルトですから水気かなんかを吸って湿って、それがこことすでに接してますから、でこちらを錆びさせたみたいな、まあそんなストーリーじゃないかなと思いますけど。これもモルトでいいような気もするけど、ちょっと、まあこれはフェルト作り直すか。ここをビシッとモルトで埋めて、ここフェルト貼り直し、この大きさに切って貼り直して、こいつをネジ止めするというような感じで。指輪のちょっとアルコールではなかなか、取れませんので。家庭用のこの洗剤で。こういう感じです。少し。黄色くなるようなこのここどうしてきたかな。本当はちょっとね、あのびしょびしょにするぐらいで置くといいんですけど、あでも随分綺麗になりました。艶が出てきた。うん。お。きれい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 。そっか、そうすると、ここのフェルトか。黒いフェルト探して。これも少し、ですかね、カッターでちょっとジョリジョリ。ほんとここ、こういう感じね。これもなんかアルミに腐食しちゃって。ダメだ。ダメですね、全然取れないこうやってやっても。ちょっと時遅かったか。あとはこうアルコールで、少しアルコールには溶けるみたいなんで、何なんだろうこれ。カビじゃないけど、ひでえことになってんな。この妙なマミヤ粘土、たまんないよ俺。まあこっちはまだいいか。よいしょ。そしたらこの
フェルトを作んないとっていうところで、まあまあ、ちょっと今日は9時近くになりましたので、このフェルトを出して、ああ、植毛紙でも、そうですね、ここにこのフェルトで、いきたいと思います。はい。まあ、で、こう、徐々に徐々に戻してって、まあ、とにかくここの隙間にですね、これが入るという、こういう、仕組みで、なんていうんでしょう。昼間屋外でフィルムの交換ができるというメカニズムでございました。まあちょっと、あとはもうバラしたのを組み立てていくだけだし、ファインダー系は、これはもうカビ、というか、白く曇っちゃってるのとカビなので、でも、貼り合わせはプリズムを贅沢にも奢られていますので、これはもうしょうがない。ハーフミラーの面ですね。薄くなってますけど。で、これは弱い、もう接着剤かなり厳しい状況ですから、ちょっと触らずに清掃だけしたいなと。いうふうに思います。この辺の接眼も取れちゃったけど、まあ取れた以上清掃するという感じですかね。みんな、汚いだけだけど、まあ、動きとしてはいいのかなという感じです。はい。てなわけで、ちょいと、あと5分ぐらいあるのかな、正確な時間がわかりませんが、今日はですね、ちょっとこのフェルト作りで、あれ、薄いフェルト、ちょっと黒いフェルトを探してきて、くっつけて折り返してんというで戻すというところまで来ましたので、ちょっとまあ区切りがいいので、ちょっとこの辺で今日は終わりにしたいと思います。よいしょ。録画の停止。